ペリーが。これがまたうまいんだわ。どうも、最近母親から体大丈夫って毎日メールが来る料理の二三流士です。お母さん、休肝日を作ってます。飲まない日のが多いです。お母さん、ちゃんと見守っててください。お母さん、僕の YouTube 全部見てるので。ということでですね、今回はですね、マルちゃん製麺、非常にこのままでもものすごいうまいんですよ。これ非常に美味しいんですけど、さらに美味しくするっていうようなやり方をやっていきたい。これね、これしていただくと、マルちゃん全部、まあ、これね、インスタントラーメンなんですけども、インスタントラーメンの一気を超えます。非常に美味しいガリバタもやしそばやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあやっていきたいと思います。これからね、料理をする前にお母さんに言っておきたいことがあります。私から僕は勉強も嫌いでですね、運動も点でダメで、何事にも一番になれませんでした。でもお母さん、見ててください。僕はこの動画で一番になっていきます。初めて一番になれたよ。作っていきたいと思います。はい、ニンニクを切っていきます。はい、ね、こんな感じですね。はい、で、今回ね、豚肉使うんですが、豚肉はこま肉を使うので、もうね、結構ね、細かい細切れだったので、これでかいやつだったら切ってくださいね。はい、小鍋火にかけます。バターですね。はい、で、バターを溶かしていきます。ニンニクをね、ここで炒めていきます。で、これでね、柴犬色に炒めていきますよ。ちょっとね、柴犬色になってきたらもういいです。お肉ざっくりと炒めていきます。ね、みりんね、小さじ2。で、僕はね、目分量で分かっちゃうので、はい、酒が小さじ2です。ちょっとね、沸かしていきます。甘みとコクがプラスされます。塩コショウも。アルコールが飛んだなと思ったら水 400cc で、これでね、沸かしていきます。こんな感じで沸騰しましたら、ここでね、麺を入れていきます。表示通りに茹でていくんですけども、表示の1分前ぐらいになったらね、またちょっとやることがあるんでね、自分が思う硬さになる1分前ぐらいになったら、もやしを入れていくんですね。もやしってすごく火が通りやすいんですよ。なんですけども、今回はちょっとシャキシャキの食感を残したいと、なのでですね、1分前にこのもやしを入れていくんですね。麺がちょっと硬いかなぐらいなところでもやしを入れていきます。はい、ここでもやしね、 100g を入れていきます。はい、で1分茹でます。ごめんなさい、もやし入れたら液体スープも入れましょう。はい、これね、味の要ですからね。これがまたうまいんだわ。そしたらまずね、麺だけね、先に入れていきましょう。そしたらスープですね。小ネギと追い胡椒ですね。ガリバタもやし肉の完成です。はい、それではできましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。ずっと一番。いただきます。これはうまいわ。この仕上がりです。もやしの香りの主張が強いから、ラーメンがね、もやし味になっちゃいがちなんですね。なんですけど、これね、マルちゃん製麺の味噌ってね、結構ね、スープね、濃厚なんですよね。それプラスバターの香りも乗せてるので、もやしはね、いい感じにですね、このシャッキリ感だけ残してくれてますね。おちょもなしでラーメン屋さんでこれが出てきても全然うまいと思えるぐらい、これほんとうまいっす。うまい。このままでももうもちろんいけるんですけども、唐辛子的な辛み、一味唐辛子。うまっ。1分茹でのもやしの食感が本当にラーメン屋さんの味ですね、これね。今回豚こまでやったので、豚バラにしていただいても全然大丈夫です。豚バラにすると少しラードが加わるので、もっともっと濃厚になるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。2はね、この頭をね、2は具、ラーメンの具だけ食べながらビール飲んで、で最後ラーメンで締めるんですね。お母さん見てますか、こんなに笑いようになったよ。ということで、今日は本当に
ありがとうございました。お母さんは言ってくれました、ね、きっとあなたにしかできない仕事があるからと、僕にしかできない仕事を見つかりました。